ガラスに詰めて YouTube ライブをなんか練習中の曲をやったということで、
まあそういうことで、このね、なんていうか正確には分からんけど、このカポってやつがあってね、そのギターの何カポっていうところにこれつけるんだけど、これが途中で落ちたと、こういうやっぱり安いやつはダメだな、うん、だから1000円ぐらいの使っとかなかった、これ多分300円ぐらい。まあそういうことで安いやつ買ってくるとこういうことになるよと、こういうことだな。それで今日はですね、今日ビットコインがね112万、ちょっと112万だけど、まあ別にいいんだけどさ、FX ビットコインの FX で今買いのポジションってやつをやっとるもんで、そのちょっとこれには出てこないや、どうなっとるかっていうと、ちょっとマイナスになってるな、多分な。ちょっと、まあ、そんな大してのマイナスじゃないけど、まあいいや。で、とにかく、この、どういうことか、まあ、今日、日にちね、2020年10月の6日火曜日と、ということやな。それでまあね、これね、まあ昔から言っとるんだけど、自分がね、結局ね、男という動物、男という動物ね、まあ動物なんだけど、一生おっぱいを吸いたいという、まあ子供だと、5歳の子供と、これが男なんだって、これ言ってるよ、自分が。皆さんに。結局、男という動物は一生おっぱいを吸っていたい子供、動物、まあ年でいや5歳と、こういうことでね言ってるんだわ。んでね、ちょっとこれね、どこだったかな、あ、これだな、うん、そうそう、これでね、あんまりいないけどさ、時々おるよな、この女子でさ、結婚することになったという人がおるわな。まあ少ないけどね、少ないけどおるわ、女子で。で、その時に自分がね、まあ、花向けの言葉だな。うん、それはおめでとうということを言って、その次の言葉、まあこの際、花向けの言葉として言うけど、これを片時も忘れるなよと。こういうことで、まあ自分はまあ71だわな。で、まあ結婚するって人はまあ30とかな。まあその辺が多いわな。まあ昔はね、25、6とかその辺が多かったんだけど、まあちょっと最近上がってきて30ぐらいがね、結婚する人が多いよな。それで、そういう人に言うんだ。これ、いつも必ず言うことにしてる。まずこの女子が結婚することになったと、こういうふうに言ったら、それはまあおめでとうということなんだけど、その次ね、1、男は精神年齢が5歳止まり。男というのは精神年齢が5歳から上伸びない。まあこうなんだ、こうね、男と女がね、ずっと大きくなるわけだ。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳というふうにね。で、女はずっと伸びていくんだ。10、20、30、40というところ、男はこの5歳まで、5歳までは男も女も一緒なんだ、大きくなるんだ、精神年齢ね、精神年齢が。ところが5歳でぐっとこう止まっちゃうの。そのまんまこうね、ずっと横に80歳でも、自分だ70歳でも5歳なわけじゃん。で、女はずっと伸びて、その70、80、90というふうに伸びて。いうことを言ってるわけじゃん。男はみんな5歳、うん、精神年齢ね、体大きくなる、体大きくなるし、経験を積むから多少はね、大人になっとるように見えとるだけで、実際5歳、精神年齢5歳、基本5歳。それで女子に言うんだよね、もう男は精神年齢5歳止まりだよと。それからね、2として宇宙人、男は宇宙人だよ。地球人じゃない。宇宙人。それからね、3、野良犬。野良犬ってね、フラ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 しとる。フラ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 って、このね、貴族意識がない。
そのフラ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 してもうね、嫌なとこは行かないわけ。嫌なとこ帰ってこない。野良犬だから、もうフラ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 しとるの。で気に入るとそっち行っちゃう。うん、それが男なの。だからでその、それを、まあ、自分が片時も忘れるなって言って、この結婚する人に言うわけ。男は5歳止まり、宇宙人、野良犬って声。これを片時も忘れるな、という話。でね、これをね、トヨタでね、トヨタの自動車の会社ね、そこのね、社員と結婚した人がいるんだ。うん、その、社員会ったことあるけどね、その、沖縄からね、帰還校ね、帰還校、3ヶ月更新の帰還校として、当時27歳ぐらいだったかな、その女の人が沖縄から来たわけ、トヨタの工場に。で、トヨタの工場に来て、で、そこのトヨタの工場の中で働いとる、その男と、まあ、仲良くなって結婚したわけじゃん。ね。で、自分に連絡が来たんだわ。その、結婚することになったということで。で、それはまあおめでとうということに言って、これを言ったわけだ、自分は。もうね、男は5歳止まりだよと。それから宇宙人だよと。それから野良犬だよって言ったんだ。そしたらその27か、まあその時は28歳ぐらいだと思うんだけど、その、こう言ったんだ。その女の人が。柳沢さん、私にはそういうこと言ってもいいけど、まあ、知ってる人だからね。他の人にはそんなこと言わん方がいいよって恥ずかしいで。と、こう言ったんだ。いや、そんなこと言ったって本当のことでしょうがないんじゃないか。と言って、その時は話は終わったんだ。で、それから、まあ、1年ぐらいかな。過ぎて、まあ、自分は米作っとったからね。それで、その、トヨタの方に取ったわけだ。米の配達で、岡崎とかね、あっちのに。それだから、そのアパートの近く通るから、なんか、買い物で、スーパーとかなんか出てくることないかって連絡したんだ。そしたら、今日、ピアゴとかなんとかっていうところが近くにあってね、でかい、結構大きいと。で、そこに行くから、そこでじゃあ、まあ、ラーメンでも食べましょうかってことになって、久しぶりに会ったわけです。その、もうね、その、沖縄からトヨタに来て結婚した人に。でもちょっと子供ができとったもんで、ちょっとお腹が大きくなった頃だったんだ、ちょうどその頃は。ほんでそのラーメン食べながら、なんて言ったと思うんですよ、小さい声で、柳沢さんの言う通りだったってこう言った。で、自分が5歳だって言ったの。5歳で宇宙人で野良犬だって言ったわけでも、そうしたら自分にだな、そんなこと恥ずかしいで他の人には言わん方がいいよって言っとった。その人が1年後に会ったら小さい声で、柳沢さんの言う通りだったとこう。それトヨタのさ、トヨタの工場のどっちか言うと出世コースの人なんだ。改善とかいろいろ提案するもんだから、まあ、このグループの50人ぐらいおる中では、その、あの人は早く上がっていくだろうと言われてる人だった。それが、5歳で宇宙人で野良犬だったと、こういうことなんだ。まあ、その後はどうなったか知っとるけども、まあ、ちょっとここでは言えんけどね。まあ、だからね、それからね、もう一つ、ニューヨークね。まあ、ニューヨーク自分ある10回ぐらい行ったんだよ。ニューヨークね。ニューヨークとか、カナダのトロントね、10回とか。それからシカゴが、まあ、どうだろう、3回か4回ぐらい。ボストンも3回か4回ぐらい行ったんだ。で、そのニューヨークのね、ニューヨークの42ってとこがあるんだよ。その、道の番号だけどね。そこに、まあ、とにかくニューヨークのマンハッタンっていうところのど真ん中中のど真ん中。42っていうのは。で、そこにね、紀伊国屋書店っていうのが、地下1階、1階、2階という、要するに3階分が紀伊国屋書店。だから本がいっぱい並んでるわけね。日本の紀伊国屋書店だから、まあ、日本人向けの本が多かったわね。で、そこの地下ね、そこの地下の、どうだろうな、10畳ぐらいの部屋が、地下のね、地下の10畳ぐらいの部屋がドコモのニューヨーク店
ということだった。で、そこにいつもね、二人、あの、美人がいる。いや、それは行ってみて分かったことやけど、行ったら、二人いた。いつも。お客はいない。お客はいない。いないのに二人ちゃんとおる。朝ね、10時ぐらいから夜の8時ぐらいまでかな、おるんだ、二人。だから暇だから、向こうも暇なんだ。自分も暇なわけで別に、ブラブラしてるわけだから。だから、毎日来いよ。毎日来てよって言うんだ、向こうが。暇で眠いから。だから自分は毎日行っとったの、そこにね。あの、ドコモの、ニューヨークの窓口だわ、店だわ。まあ、たまにお客が来るぐらいで。まあ、ほとんどお客なんていない。どこもだから、いない、ね。それいいんだよ。それはいいんだけど、二人おるわけだな。それでね、一人はね、45歳ぐらいかな。まあ、見た感じね。で、もう一人は30歳ぐらいだった。女の人が二人おったときに、まあ、こんなような話しとるのよ。男は5歳で上限とかさ、あの、宇宙人でのライングだみたいな話をそこでしとったわけだ。そうしたらね、そのアメリカ45歳ぐらいの女の人が、その、旦那さんがアメリカ人だっていうわけだ。で、その、そういう話で、その、全くその通りだっていうんだ。その、あの、アメリカ人の旦那さんの奥さんは日本人だよ。日本人だけど、男は5歳が上限、それから、あの、宇宙人で野良犬だっていうことを言ったら、全くその通りだっていうわけ。だから、でも、ま、あんたんとこの旦那さんってアメリカ人じゃないのって言ったら、アメリカ人だよって言うんで、アメリカ人でも何5歳になったらそうだっていう。その通りだっていう。それ45ぐらいの女の人ね。で、隣に30ぐらいの女の人がいて、その人も、あの、結婚して、旦那さんがそこの中目、あの、ニューヨークのオールミという話なんだけどね。何やってるじゃんけど。それでね、まあ、いつもそんなような話しとるから、まあ、タイヤナギサーっていう人はバカな話ばっかりしとるなと思っとったんだけど、思っとったらしいわ。だけど、もっと持って家に、あの、家に帰った時に、その、もうね、あの、旦那さんを見たらしいんだわ。じっと。もしかしたら5歳かもしれんと。ね。宇宙人かもしれん。野良犬かもしれん。ということで、見たらしいんだわ。そしたらね、確かにね、そうだっていうわけ。で、3日ぐらい後に行ったら、その30ぐらいの女の人がいたわけじゃん。そうしたら、自分に何て言ったのでも、あの、私、気が楽になったっちゅう。気が楽になった。要は、自分は変な男に捕まったと思っとったわけじゃん。そのね、世間の男は立派だから、立派に見えるから、一緒に住んでないから。だからもう世間の男たちはみんな立派で、自分の旦那は5歳だと、それから野良犬で宇宙人だったわけじゃん。だからそれがもうね、いや、変なのに捕まっちゃったなんて、こんなのと一生住まなあかんと思うと気が重いなということを思っとったわけじゃん、その人は。だけど自分が5歳が上限で宇宙人で野良犬だって言ったんで、そしたら家帰ってじっと見たらしいんだ。行動を、旦那さんの行動を。そしたら、いや、確かにそれはそうだと。で、全世界、その、人類の男はみんなそれだって自分が言ったもんで、気が楽に。あ、そうか。そうなんだということになって、で、次に3日頃に会った、3日後にあの会ったんだよね。ニューヨークの、あの、ど真ん中の、あの、ドコモの店でね、その30歳の女の人に3日ぐらい後に会った。そうしたら、あの、柳沢さん、私気持ちが楽になった。間違いない。そういうこと。それからね、トロントっていう、これはあの、カナダのね、最大の、あの、町、トロントっていうとこね。トロントっていうとこでね、その、すごく日本に興味があって、その日本の人といろんな話がしたいっていうのでね、あの、インターネットでね、そういうサイトがあるらしいんだ。あの、話しませんかみたいな話。で、それがね、自分が一緒に連れてってくれた女の人がね、その人と会ったわけじゃん。あの、スーパーの、あの、フードコートみたいなとこで会ったんだな。それで、そこについてったんだ、自分は。そしたら、その、バラリー、あのね、バラリーさんっていう人で、当時22歳だったんだわ。ちょっとあの、中東のね、
中東系のね、こう、なんていうか、なかなか美人だったね。中東系の22歳、当時ね、最初に会ったとこは22歳。で、まあ、いろんなこと喋っとって、まあ、隣で自分は聞いとったんだけどね。まあ、いろんな話。日本語が片言で喋れたんだ。日本が好きだからっていうことで、日本語を勉強したって言っとったからね。それで、まあ、いろいろ喋って。で、まあ、その一緒に連れてってくれた女の人は、2年目からは、行かなかったわけね。自分は行ったけど。だから、その、バラリーっていう人の、まあ今でも、フェイスブックで繋がっとるんだけど、次の年に来た時に、なんか食べに行かないかと、言ったんだわ。連絡して、それでいいですよって言って、じゃあ何日がいいっていうもんで、じゃあと言って、当時のね、あれは、そうそう、トロントの中心のその地下鉄からず駅上がったところにね、スターバックスがあるんだわ、なんか大学の一角にある、そこに待っとるからって言ってね、連絡したらね、そこに来たんだ、時間に来てくれたんだ。でそこから歩いてね、ベトナムのあのランチ屋さん、ベトナム風のランチ屋さんにいつも行ってたんだ。でそこに行っていろんな話をして、またそこで話食べ終わってから、また今度はそこのもともとのスターバックスまで帰ってきて、またそこで続きを喋るって、だいたい1日にね、1回会うと5、6時間喋っとんだ。いろいろ日本のこととかカナダのこととかいろいろね、まあ日本語が喋れたからね、ベラベラじゃないけどね、まあ片言で喋れたから、いろいろ喋ってたんだ。でその時に自分がね、男は5歳だと、それから宇宙人で野良犬ということなんだけど、そのね、5歳はいいわな。それは、5 year old って、これで上限、マックス5 year old って、これはわかるわな。だけど、その、宇宙人もね、わかったんだよ。エイリアンって言うんだ。男はエイリアンだよと、こういうことね。それから、その、野良犬がね、わからんだよ。英語が、どういう、英語でなんて言うかわからんかったんだ。でなんだ、おるやらな、この道路でうろうろしとる犬がおるじゃん、この、なんかこのあれが、このロープのない犬おるやろ、みたいなこと言ったら、それな、いや、何かな、みたいなことでしばらくかかって、それはストリートドッグだっていうんだ。そのバラ、だから、バラリーが教えてくれた。野良犬というのはね、英語でね、ストリートドッグっていう。この道路の犬、ストリートチルドレンっていうのが、フロージみたいな、あれなの、英語だ、犬だわ。だから、ストリートドッグだっていうんだよ。そこで初めて知った、何、野良犬って英語でそう言って言うのかっていう、そこで分かったんだ。で、まあ、それは今、それはそういうことなんだけど、そうしたら、その、バラリーっていうのは、私はそんなことは、もう全く理解できんって、意味が分からん、言っとる意味が分からんって。それはね、22歳か3歳だから、それは無理だって。もう分からんでいいよ。だけど、そういうもんだっていう話で、いや、私はそんなことは一切理解できないって。そう言っとった。で、これは女の人に言う場合ね、女の人が結婚するよと、こういうことを聞いたら、こうやって言うわけだ。で、今度男がおるわけね。男が結婚することになったと、こういうこと言うわけじゃん。で、その男にはどういうふうに言うかっていうと、まあ、おめでとうとね、本当によかったねと。それで、これだけは、片時も忘れずに、いつも頭の中に入れといてくれと、こういうことを言って、それからこれを言うわけ。で、何を言うかっていうとね、まあ、男にはね、女は、もともと鬼だ。女はもともと鬼なの。で、鬼が姿を変えたもの、これが女。ね。それを自分は言うわけ。女というのは、あんた可愛いから女の子だと思ったら間違ってる。それは鬼が姿を変えたものだ。これを片時も忘れちゃいかん。と言っている。で、まあ、そんなものはその時は理解できんわ。また、いや、なぎさはいい加減なこと言っとるな、って。もう、あいつはもう昔からもうめちゃめちゃなこと言っとるけど、
まあ、ついにそんなことを言うようになったかと、こういうふうに思うかもしれないけど、そんなものは何年かしたら分かる。でね、愛知県のある市でね、市の、歯科医さん、歯医者さんの偉い人知っとったの。それで、もうそれは、歯科院長ね、院長先生って言われる、王先生って言われとった。で、息子が、まあ、今、歯医者やっとんだけどね、その王先生になった。だからもうね、そこの、市では有名な歯医者さんだ。いろんな意味で有名だった。それで、その歯医者さんと俺は仲良かったんだ。で、その時に、その女は鬼だという話したらね、その歯医者さんね、それもあれだよ、その市の、そこの市ではスーパーパワーの、歯医者さん。ところがそのスーパーパワーの歯医者さんが、その通りだって言った。わかる。女は鬼だって言ったのに、ね。そうしたらそのスーパーパワーの歯科院長が、その通りだって言ったの。そのぐらいのもんだ。まあ、それがどうしたんだって話だ。そういうことです。はい、これが結婚することになったと、こういうふうに言う、聞いた場合に自分が男にはこういうふうに言うわけで、で、女にはこういうふうに、そういうことです。はい、それからね、これね、カナダのトロント、まあ今話が出て、バラリーの住んでるところでトロント、トロントって大きいよ。名古屋市ぐらいの大きさあるね。で、トロントで、ここに、なんでトロントがいいかっていうとね、すごいでかいね、地下街があるわけ。日本の地下街ってね、ほとんど1階でしょ？道路があって、両側に店があるって感じ。地下街って言うと普通そうじゃない。ところが、トロントの地下街は違う。道路があります。1階に店がある、2階にも店がある、3階にも店があるって、それがずっと1キロか2キロか知らんけど、わからんけど、まあ、とにかく長い、でかい、ここの道、道も20メーターぐらいあるね。だから広いんだよ。で、上にも道路じゃない、歩くとこがあるんだ、上にもある、歩くとこがあって、で、その歩くとこの奥に店が並んでるわけじゃん。で、それが3階建てのこの大地下街だ。だからまあそこに入れば、もう真冬で外が0か10度でも、そこの中では暖かいわけ。だから入っちゃったら暖かいわけ。で、しかも何でもあるんだ、そこは。地下街なんだけど、まあ、郵便局から薬局から、そのスーパーから、それからいろんな有名なブランドのね、ギャップとか H&M とかさ、ユニクロとかね、そういうのがもうほとんどあるわけ、そこに。まあ、いろんな他に化粧品の会社とか、いろんな、ソニーとか、アップルとか、そういう、もう店がもうほぼほぼそこにある。だから、自分は冬行っとったから、カナダにね、寒いわけだよ、外は雪が積もって0か10度とかな、だから気温がね、だからそのイートンセンターっていうんだけど、そのイートンっていう人が作ったらしいんだけどね、最初ね、それがでかくなったんだけど、で、そこに入っちゃえばもうね、1日折れるわけ。もうスターバックスでも大体いくつかあるみたいな話、こっちの方にもあるけど、ここにもあるし、ここにもあるみたいな話になったの。スターバックスがそういうふうにある。だからもうそこに入っちゃって、だからね、そのトロントっていうのは好きだったんだ。で、フードコートってのがあって、もとにかく、どうだろう、1000人ぐらいは入れるな。フードコート。その周りに、いろんな、まあ、なんで、いろんな食べ物の店が周りにあって、で、その真ん中に机が、と椅子がダーあと並んでて、それまあどう見ても1000人ぐらい座れるとそういうとこある。イートンセンター。でね、そこはね、土日はね、100万人来るらしい。だけど、どんだけでかいかってわかるでしょ。100万人が入れるね。うん、
だけど、さすがに、クリスマスの時とかね、正月の時は、もう座、もういい、あの、なんだ、フードコート満員。でね、他のレストランとか、まあ、いろんな店も満員。もう座るとこない。そう、だからもうみんなね、その床にね、座ってるわけ。床で食べてるわけ。そう、すごいんだ。それぐらい、人が100万人出たらね、そりゃそうだ。そう、だからね、トロントのイートンセンターっていう、まあ、とにかくすごいところ。はい、それから、なんだった？これちょっとね、会社が、経営不振になるとね、仕事ができる人から辞めていくわけ。これはもう自分の経験あるんだ。自分がね、段ボールの箱を作る会社に行ったことある、働きにね。でね、そこがね、先代の社長はいい人でね、まあ、温厚な人でね、その社長が良くてみんな集まってきたような会社だったんだよね。50人ぐらいいたかな、従業員がね。50人ぐらい。ほんでね、その社長の息子っちゃつがいてね、息子はそこの会社は後継がんって言っとったけどね。だけどまあ、なんか継ぐことになったとか、なんかでね、来たわけ、どっかから。専務だということで来たんだ。社長の息子がね。ほんで、その息子がやりだしたわけ、そこの会社を。だからね、もうやり方がね、やっぱりダメなのよ。もう、その今までのように和気あいあいとした家族的なもんじゃないんだわ。なんか、もう点数つけてさ、給料に差つけるみたいな、そういうやり方やり始めてね、その専務っていうのがね。そしたらね、やっぱり一人辞め、二人辞めしてくんだわ。まあ、会社の雰囲気悪くなるもんで、それで辞めてくんだけどね、で見とるとね、仕事のできるやつから辞めていくんだわ。まあ当時はね、ものすごく日本の景気が良かったんだな。高度成長みたいな感じで。どこでも仕事あったわけ、その当時は。まあ今は知らんよ。今は知らんけど。そうするとね、段ボールの会社ってのはいくらでもあるわけだよ。それでね、やっぱり、他の会社からね、引き抜きに来るわけ。うちの会社に来んかと言って、今だ、もらってる給料は出すからと言って誘いがあるわけ。で、それでその会社の雰囲気悪いから、まあ嫌だなと思って、あんなやつがここの、会社の社長とかなんか偉そうなことやると、俺はその下で働くの嫌だなと思った人は、そういう誘いがあると言っちゃうわけ。だから1人抜け、2人抜け、3人抜けっていうふうに、そこの職場で中心になって、まあ、雇った人から順番にどっか行っちゃうわけ。他の段ボール会社行っちゃう。まあ全然関係のない仕事に行ったりするけどね。で、結局、その会社と、倒産するわけ。そういうもんなん。だからね、ちょっとおかしくなるとね、もうね、仕事できるやつからいなくなってくる。そういうもんです。はい。それから、このね、不思議なのはね、人間の脳。頭ね。人間の脳というのは、どれだけ詰め込んでも、ただ。こういうことなんだ。まあ、YouTube みたいなもんだな。どんだけアップロードしても、ただ。というような話だな。これね、こういうスマホあるじゃんな。これ絶対ね、いろいろデータを詰め込んでいくと限界があるわけ。そうすると、このメモリーみたいなやつを入れ替えるか、さらに高いやつ買ってきて差し込むかな。入る容量には限界があるわけ。これパソコンでもそうなんだ。パソコンでもどんどんいろいろデータ、写真とかなんか入れていくと、いっぱいになることがあるわけ。ところが人間の頭だけは、どれだけ入れても、いっぱいってことはないわけ。不思議。ちょっと待って。キログラム。秀明さん、おっぱい好きなんですか？男はみんなおっぱい好きなんです。
おっぱいの嫌いな人に会ったことない。だから男は5歳が上限なんだ。だからまだ子供なわけじゃん。だから本当はおっぱいが吸ってたいわけ。ずっと吸ってその母乳を吸いたいわけじゃないけど、まあこう飴を舐めとるみたいな感じなんだ。そういうふうにしてたいわけ。それは男なんだ。それはだから80になっても90になってもそれはそうなんだ。それはもう全然変わらないんで、うん、そういう動物なの、うん、それはだからその辺を女はね、それが理解できないわけ。もうね、体が大きいでしょ。5歳とか6歳とか10歳とか大きいもんだから、それはもうね、子供じゃん、いや子供は子供なんだけど、そういう母乳を飲むような子供じゃないっていうふうに理解してるけど、女はね、だからそういうことは理解できないんで。ところが違うんだ、本当は違うんだ。ちょっと待って、キログラムさ、今でも吸いたい。そんなもん死ぬまで吸いたいでしょ。だから老人ホームとかそういうところは女の人が介護しとるじゃん。で男が介護されとるわけじゃない。だからそういうのがもう手出してその介護やってる女の人のおっぱい触ったりするわけじゃん。でポーンと何やっとるのみたいな話で叩くわけじゃん。それ。ほんであんまり触ったりすると、その施設の長に「もうおじいさんもどうもならん」と言って、それで言ってくると、そのおじいさんの家族ね、娘とかそういうやつに「ちょっとあんたのところのおじいさんも何かやってるとすぐ手出すで困ると、こんな風じゃもう出てってもらいますよ」と、こういうふうに言うわけじゃん。それが80-90のおじいさんだから間違いない。もう死ぬまで吸いたいね。ほんでね、何だった？何を話？そうそう、人間の脳にはどんだけ入れてもただ、だから入れなきゃ損だっていうことで、だからね、人間の脳なんてね、死ぬ時までにね、生まれてから死ぬまでに使う人間の脳の能力が100だとすると、大体普通の人で死ぬまでに使うのは 3% と言われてる。だから 97% は空いたまま死んでいくんだ。そういうもんだ。だからどんだけ使っても大丈夫。どんだけ入れても大丈夫と。こういうことなの。それからね、3月ね、14日。もう過ぎちゃったけどね、3月14日は円周率の日らしいんだ。これ、最近知ったからね、3月14日、円周率の日と、こういうことなんだな。まあそうだわな、3.14 だからまあいいんだよ。このね、3.14 と言うけど、本当は違うんだよ。これ正確にはね、3.14 じゃないんだ。3.14、なんやら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 と言って、もう永久に続くんだ。数字がね。だからこれ計算したところ、確かグーグルかな、グーグルだったかな、世界記録を持ってるんだ。計算したらもう300億桁とか、なんかそういう数字だけどね。ほんでね、まあこの際、今日8人来てもらって、あ、10人だな、今、来てもらって、特別大サービスで、ちょっとこれ教えます。これ覚えてくださいね。人間の頭、入れても、どれだけ入れても、ただですから。この円周率の覚え方をまず覚えてください。これ一回覚えたら一生有効ですから。これどういうふうに覚えるかというとね、 3.14 ね、これ普通はまあ 3.14 で終わりだわな。まあそれだけ知ってればいいんだよ、計算できるからね。ところが違うんだよ、実際は違うんだよ覚え方ね。祭祀異国に無こさ、なんだった、あ、子に苦なくにふさわし、こういうことなの。これで覚える。これでね、16桁だったかな。16桁か20桁ぐらいまで覚えれる。これで。これを数字に直すわ。もう一遍言うよ。祭祀異国に無こさ。子に苦なく身ふさわし。これで16桁まで OK です。3.14何々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 っていう16桁まで覚える。これ覚えても別にメモリーのマイクロ、なんだ、メモリー、マイクロじゃないな。
あれをか、あの、追加で買える必要ないから。覚えて。ちょっと待って。KG さん、これから値上がりしそうなコインは何ですか？これからね。うん。あのね、それ言うとね、あれでしょ。もし下がったりするとさ、お前、あいつが言ったから買ったのにさ、下がったって言われるじゃん。だから言っちゃいかんの、そういうことは。まあ自分は、あ、買うよ。今研究しとるから、仮想通貨ね。あのね、日本で売ってないんだよ。日本の取引所、コインチェックとか、ビットフライヤーとか、財布とかね、そういうとこで売ってないんだよ。売ってないのこれからちょっといいなと思ってるやつがある。まあ、みんな名前ぐらい聞いたことあると思うけどね。バイナンスっていうとこでね、売っとるんだよ。まあ、他にも売っとると思うけどね。で、自分はバイナンスの、口座があるから、バイナンスに、まあ、とりあえず1万円分ぐらいの、ビットコインを送るわけ、バイナンスに。シャッと送るんだけどね。で、シャッとつくでしょ、向こうに。そしたら、そこで、これから値上がりしそうな、コインを、買うわけだよ、バイナンス。で、まあ、自分はね、最初1万円だけどね、毎月3000円ずつ買おうと思う。それを一気に買うんじゃなくて、だから毎月ビットフライヤーからビットコインを3000円分バイナンスに送るわけで、バイナンスでその3000円分のそのコインを買うと、こういうこと。それでそのバイナンスでそこにそのコインが少しずつ増えていくと、こういうこと。そういうことです。ちょっと待ってね。キログラムさん、秀明予想。秀明予想。それで、それやろう。まあ、毎月3000円ね。最初だけ1万円だけど。うん、それでやろうと思って。まあ、だけどね、まあ、ビットコイン買っとった方がいいや。まあ、ここによく書き込みくれるね、なんとか言ったな。あ、くまちゃんは芸能人っていう人がね、言っとる。いつも言っとるんだ。もうビットコインしかダメだと。もう他のもん買ったらダメだ。もうゼロになることがあるから、ビットコインにしときゃって。とりあえずね、もうこの先知らんよ、3年、4年、5年先は分からんけども、当面はビットコインだ。だから、もう、その、値上がりしそうなコインは何ですかなんてことを聞いてくるような人、つまり素人だから、ね。素人さんだから、その人はビットコインにしときなさいと。こういうことなんだ。だから、まあ自分もね、毎月1万円ぐらいね、ビットコイン買っとるね、実際。最近ちょっと買ってないけどね。また来月あたりから、月に1万円ぐらいずつビットコイン買うと、こういうことなんだけど、まあ、そのうちの3000円は、バイナンスにビットコインを送って、それで、値上がりしそうなコインを買うと、こういうことなの、うん。だけど、他にもね、あれやったんだよ。田中貴金属ということで。そこで、1万円ずつね、確か、あ、そうそう、1万円ずつね、金の積み立てってやつやってるわけ。田中貴金属っていうので、ね、金、純金積み立て。あれ？なんか音がした。純金積み立てというのをやってるわけ。それもやっとるもんで、まあ、そうもできんだわ。ちょっとね、ちょっと予算上ね、うん、KG さん、先生わかりました。先生わかり。だからビットコイン買っときゃいいって、そんなもん。だからね、一気にドンじゃなくてね、チャートってあるでしょ？こういうチャート。あれ見とってなんとなくさ、なんとなくでいいんだ。正確に下がったかどうかじゃなくて、まあ、なんとなく下がったかなと思ったら、いいよ。いくらでもいいよ。2000円でも3000円でも1万円でもいいんだけど、買うわけ。毎月ね。毎月じゃなくて、毎月。それで、また見とって、下がったかなと思ったら買うわけだ。で、下がったかなと思ったら買うと。こういうことで、ビットコインの、枚数を増やしていくわけ。まあ、それが一番いい。だけど、自分はちょっと違うけどね。自分のやり方はちょっと違う。それプラス、あれ？蚊が来たな。自分のやり方はね、こういうやり方な。この、チャートを見とって、まあ、今持ってるわけね。そんな大したことないよ。大したことないんだけど、持ってるわけじゃん。
ビットコインはあるわけ。でね、チャート見とってね、なんかこう、なんとなくこれ上がったなと、これ、なんとなく上がった、あのね、RSI っていうのがあるんだわ。指標の中に RSI っていう。で今ね、RSI がね、49なんだ。今の時点でね。でね、この、RSI ってやつが70になったら、持っとる、仮想通貨の、7割ぐらいをバーンと売るわけ。RSI が70に来たら、もう、ボーンと。7割ぐらい。3割残ってる。で、今度それは、売るってことは日本円があるってことだね。日本、売ったからね。日本円があるわけだ。その、あそこだ。ビットフライヤーで売るからね。日本円があるってことじゃん。で、それまた見とって、で、今度 RSI が上がったり下がったりするんだけど、その、つまり30。RSI っていうのが30に来たら、その、売った金全部でボンと買う。30でね。で、今度またしばらく待って、たぶん2週間ぐらいだ。2週間。で、上がったり下がったりするから、いや、3週間かもしれんよ。で、30になったら、買うわけだ。ね。それで、今度、あるわけじゃん、ビットコイン。大したことないんだけどさ。それでまた見とって、で、また RSI がずーっとこう、なんかぐちゃぐちゃしながら、こう上がっていって、70になったとするよ。ね。そしたら、7割売るんだ、ボーンと。そうすると日本円になるわけだ。で、また見とって、また RSI がダダ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 ってきて、だって下がってきて、30になったら買うと、こういうことなの。もう、難しい話だな。ちょっと待ってね。メッセージが、KG さん、おっぱいとビットコインとどっちが好きですか？どっちってどっちも好きだよ、そりゃ。どっちも好きに決まってるやつ。どっちなんてもんじゃない。両方なん。それで、なんだったそうそうそう。円周率の話もいいな。3.14 で終わりじゃないんだから、もっとずっと長く続くんだから。だから、この、祭祀、異国に無こさ、子に苦なく、身ふさわしと、これで覚えて、数字に直すと、3.14 で終わりじゃなくて、小数点以下16桁まで覚えられるよという話だね。今日は、来た人11人は、特別、まあ、サービスとしてこれを教えるで。ね。祭祀異国に無こさ。子に苦なく身ふさわしと、これな。これが。だから、かっこいいでしょ、これ。誰かと話しておるときに、こういう話題が出ると、あ、この人は物知りだな、ということがわかるわけじゃん。いや、だからどうだって話じゃないけどね。そういうもんだ、人間っていうのは。うん、だから、話の幅を広げるためにそういうことをしとった方がいいよと、こういうこと。それからね、人間として一番大事なことという話をしたいと。だから、これも哲学みたいな話なんだけど、こういうことです。人間にとって最重要は自己課題の発見。わかるかな？これ、言っとる意味が。人間として最重要は自己課題の発見と、これ。これどういうことか言うとね、自分のやりたいことは自分で探しなさい、じゃない、自分で見つけなさい、やりなさいと、こういうことなんだ。ビットコインでもいいんだよ。ビットコイン売ったり買ったりするでもいいんだよ。何でもいいんだよ、それは。魚釣りでもいいんだよ。絵描くでもいいし、山登りでもいいし。何でもいいんだろう。電車で旅行に行くとかね。それから電車の写真撮るとかね。それ
そういう、そういうね、自分のこのやりたいことをやるってことなんだけど、ね、まあ、簡単に言えば誰でもできることなんだけど、ただね、会社の仕事から学校の勉強、これは自己課題じゃない。自己の課題じゃない。他人の課題ね。他人の出した課題を追いかけてるだけで、これはダメなの。自己課題と言えれん。だから、自己課題を発見せなあかん。自分の課題。まあ、こういうね、自分みたいに。毎日夜8時からさ、YouTube ライブやるっていう。これ学校で言われてるわけでもないし、会社から言われてるわけでもないし、自分で好きでやってるわけ。これが自己課題。まあ、それとか、これね、ギターだけどさ、これ。これ、弾くとかさ、これ会社で言われてるわけじゃない、学校で言われてるわけ。自分で、その課題っていうのは大げさなもんじゃないんだけど、自分でやろうと思ってやってるわけじゃん、これは。だからこれ自己課題の発見なんだ、一つ、まあ、簡単に言うとね。そういうことなの。ちょっと、今、船山さんが来てくれたね。こんばんは、お疲れ様です。PC ちょっと悪く。PC。なんかこの前もそんなこと言ってたね。パソコンが、調子悪いって言ったという、なんかそんな、そういう話だな、きっとね。だから、自己課題の発見というので、これが人間にとって大事だよと、こういうことなのかな。だから、こういうね、例えば、まあ、コードを覚えると、コードなんか20ぐらい覚えりゃ、やれる。多分自分でもコードはね、20ぐらいしか覚えてないよ。そんなのはいいじゃない、そんな適当で。この海に落ちて、わずかばかり運の悪さ、ネタを出して、人は悲しい、それでも過去たちは優しく手投げに思う、課題としてやっとるわけじゃん。結局、そういうこと。だから人間にとって大事なことは自己課題の発見ですよと、こういうこと。まあ、それで、ちょっと何だった？今日は、それからね、ちょっと話変わるよ。話、ちょっと難しくなるでね。このね、瀬島隆三さんっていう人がいたんだ。まあ、この人亡くなったけどね。瀬島隆三さん。これね、どういう人か言うと、これね、茂木セカさんっていうね、YouTube でね、解説、歴史を解説しとる、まあ、先生だけどね、なんか、専門学校かなんかの先生、歴史の先生だけどね、この人が、まあ、瀬島隆三さんっていう人の話しとったんだけどね、で、これはね、山崎豊子というね、有名な小説家のね、不毛地帯っていうね、不毛地帯っていう小説の、まあ、モデルになった人って言われてる。言われてるのね。わからない、実際は。で、これは、この瀬島隆三さんっていうのは、元陸軍。旧陸軍。参謀って言ってね、そういう偉い人だった。でね、この人が、戦後ね、
戦後しばらくはシベリアに抑留されとったわけ、10年ぐらいね。で、それは日本に帰ってきて、それで、最後は、伊藤忠商事の会長にまでなった人なんだ。伊藤忠をでかくしたんだ、この瀬島隆三さんが。でね、茂木星佳さんが言うにはね、多分これは事実だと思うんだけどね。日本が負けが決まった頃、これは戦争ね。日本がアメリカとの戦争で、もうほぼほぼ日本がもう負けだと決まった頃に、陸軍の参謀がもう何週間もかかってモスクワに行ったの。モスクワだよ。ソ連、旧ソ連のモスクワに行った。これなんで行ったか分かってない。はっきり分かってない。本人が言わないからね。それで、日本が負けた時には満州にいたわけ。で、満州におって、ソ連とこういろいろ交渉したわけ。陸軍参謀としてね。で、そこで、この瀬島隆三さんは、60万人の日本兵、日本人だわな、日本人をシベリアに連れてっちゃったんだわ。ソ連の、スターリンの命令って言われとるけどね。言われとるけど、この茂木星佳さんは、それはソ連の、一方的な決定ではないっていうこと言ってる。何か言うとね、日本政府の意向だって言うんだ。要するに日本政府がもう、欲しいだけ連れてってそっちで使っていいよと言ったという疑惑があるっていうこと。それ言わずに、もうこの瀬島隆三さんは亡くなっちゃったんだね。だからわからないね、今は。ほんで、その60万人がシベリアに抑留されたと。これはスターリンがもちろん連れてこいと言って命令したことは間違いないんだけど、日本政府がそれを了解しとったという疑惑っていうかな。それはわからんよ。証拠はないでね。だけどなんだかんだ言って60万人のうちの、6万人、約10%が、最初の年、次の年ぐらいで死んだ。それは寒さと食料不足で、亡くなったわけだけどね。で、順番に日本に帰ってきたんだ。帰ってくれた。だけど、最後は十何年おった人もおるけどね。で、瀬島隆三さんは確かね、いつ頃帰ってきた覚えがないけど、結構後の方だわ。後の方で日本に帰ってきた。で、さっき言ったように、伊藤忠商事の会長にまで上り詰めてね、最後は。だからそれに最後の方では、中曽根内閣の時に、この政府の重要なポストに就いとった。それは自分覚えがあるんだ。瀬島隆三さんってね。それで、東京裁判っていうのがあったわけね。極東軍事裁判とかいう言い方するけど、これはアメリカが日本人の戦犯を裁いたというような裁判なんだけどね。で、この東京裁判っていうのに、ソ連側の証人としてね、東京に連れてこられたわけ。で、そこで、証言して、それでまたシベリアに帰っていったわけ。ソ連が連れてったわけだけどね。それで、それが元でね、元でじゃない、それが原因の一部になって7人が処刑されたというようなことになっとるらしい。ちょっと詳しいことは分からんけどね。そういうことで、瀬島隆三さんをちょっと研究した方がいいよと、こういうことな。
自分が言ってるのは、まあ、これからもちょっと自分も研究するけどね。はい、それから次行くよ。まあ、こんな難しい話しとると嫌われるで、もうちょっと簡単な話しましょう。息子を持つ母親、息子って言っても、この場合は、まあ、25とか30歳ぐらいの息子を持つ母親のことだけどね、これは、今回の話はね、の一番の心配、息子が、25とか30とか、そういう年齢になった時のこの母親の心配、一番の心配、これ何か言うとね、こういうことなんです。まあ、結婚した時に、この嫁さんね、結婚相手だわ。この息子の結婚相手に、ガミガミ言われるんじゃないかと。こういうことなんだ。この、自分の息子が嫁さんにガミガミ言われるのを心配してる。一番。ということは分かった。自分は。うん。なんでかっていうとね、これ分かった。なんで分かったか言うとね、まあ30ぐらいの息子のおる母親が自分と一緒ぐらいの年だったけどね。まあ今はそんなことないんだけど、その人がなんて、こういうこと言ったことあるんだ。ああいう、まあたまたま見たね。ああいう女の人だとうちの息子が結婚したら、ガミガミ言われんで済むよなって言ったんだ。ほんで分かった。あ、なんだ。母親っていうのはそういうことを心配しとるのかと思ったんだ。だから自分の息子にだけはガミガミ言われる女の人とは結婚しちゃかわいそうだとこういうことを思ってるわけだ、母親っていうのは。そういうことが分かった。ね。だけどね、自分に言わしたら、つまり母親ね。母親は自分の旦那さんにガミガミ言ってるんで、それを俺見たことあるんだよね。岐阜県の山奥でさ、米作ってる時に、その近所におった人がいたんだわ。で、そこの人は、そこの家の娘なんだけどね、一人娘だったから、よそから養子をもらっとったんだわ。ちょっと離れたとこから養子に来てくれたわけだわ。で、畑なんかでいろいろ、ちょっとやって、手伝ってみたいな感じで、畑仕事やらせるわけだよ、旦那さんに。その言いとると、ものすごくガミガミ言っとるんだ。やり方悪いとかさ、なんとかなんとかなんとかかんとかってガミ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 言っとるんだって。自分の旦那さんにはガミガミ言っとる。ほいで、だけど自分の息子には、ガミガミ言われる、人と結婚したらかわいそうだって、こういうこと。だからさ、いや、世の中ってそういうもんだなと、そこで分かった。だから、息子を持つ母親の一番の心配は、結婚相手から、ね、結婚相手ね、からガミ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 言われるのがかわいそうだと、こういうことなんだ。そう。ほんで自分は自分の旦那さんにガミガミ言ってる。もうわけわからん話。いや、まあそれでいいんだけど、それで丸く収まってりゃそれでいいんだけど。よし、まあそういうことで、まあ、それで今日1時間以上喋ったら、まあこれでまあ、あれだな。まあ、次に回す。で、これね、いつも言うように、ちょっと待って、船山さんが、船山さんが、スターリン日本軍受け入れに反対、スターリン日本軍受け入れに反対でしたね。いや、本当かやな、それ。そんなこと言ったらさ、ものすごいスターリンが勝手に連れてっちゃったみたいな話になってるけど、何、向こうは、いや、そんな連れてこなくていいよって言っとるのに、連れてったいうことは誰かが連れてけって言ったわけでしょう、それは。だから、あれじゃない、スターリン、だからスターリン悪者になっちゃったんだな。スターリンが勝手に国際法を無視して連れてっちゃったみたいな。で、そのうちの6万人が死んだんで、60万人連れてって1割が死んだとか言われたんだ。で、日本が金払っとんだよ。連れて行って、1年働いたらいくらみたいなことを日本が払っとんだよ。帰ってきた人にね。うん、どういうもんだよ。ちょっと待って。で、これね、ビットコインが余っとるとか、もういらん、必要がないとか、送ってみたいとか、まあ、いろいろ事情があると思うけど、そういう人はここに送ってください。ビットコイン
ここの、これビットフライヤーの、まあ、自分 の、 あの財布みたいなところだけど、ここにあの送ってくれたら入るもんで、そしたら、まあ、あの大事に使いますね、うん、あの。無駄遣いしないようにね。まあ、そういうことでやりますので、あのビットコイン持ってる人は、まだたとえあの、あれで1ビットコインでも2ビットコインでも3ビットコインでも、あのいいですから送ってください。はい。まあ、そういうことで、まあ、今日は、まあ、ちょっとそれで終わりますわ。まあ、で、ちょっと待ってね。今日は、題名当てクイズはもうやめて、あれだな。これだな。よし、こいつで行こうか。まあ、船山さんとこの、あの、近くの、えりも岬の歌でも歌って、あの今日は終わりますわ。まあ、まあ、夜も遅いからね、うん、あの。ビットコインもちょっと下がっと、ちょっと下がっとるっていうか、まあ、いいんだけど、あの、まあ、下がっても上がってもどっちでもいいんだけど、あ、そうそうで、だから、ね、FX で、あの、あれだよ、買いで入っとるで、ちょっと上がったらもう売ろうと思って、上がってないよ、下がっとる。愛も切なさも捨てて流れる北の海、紅白43回連続出場、今日も熱唱です、えりも岬、北の海、街では悲しみだのでレコード大賞を取ったね、えりも岬を歌って今日は終わろうということで、まあ、参考までに、えりも岬っていう歌はね、もう一つあるんだわ。島倉千代子っていう歌手がね、歌って、これをまあヒットしたんだけどね、えりも岬という歌があって。でね、えりも岬っていうのは、伊保山さんのところの近くだけどね、そこの、まあ、どこかしらね、多分海の、見えるとこだと思うけど、島倉千代子のえりも岬、それからこの吉田拓郎の作曲したえりも岬が並んであるらしい。あるらしい。行ったこと、自分は行ったことない。行け行きたいな思ってるけど行けれんね。で、そういうの2つある。えりも岬って歌はね、そういうことな、そうなってるらしい。船山さん、いい歌ですね。ありがとうございます。いい歌です。それも。いや、だからさ、いい歌って、まあ、自分で70過ぎとるからさ、まあ、いろんな歌聴いとるけどね、あ、こういう歌はね、やっぱりいつまでも 歌い続けてほしいなっていう歌があるわけじゃん。
そういう歌があるわけです。それはね、やっぱりね、あの復活させていかなあかんと、こういうふうに自分は思ってるわけね。まあ、例えばこの、まあ、こういう歌はね、あのいつまでも歌い続けてほしいなっていう思う歌があるわけです。そういう、まあ、ちょっと今日こんなことばっかやっとっていいかな。私は今日までを生きていました。時には誰かに力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きていました。私は思っています。明日からこうして生きてゆくだろうと、歌はね、100年後も、100年後もね、歌ってほしいわけで、自分としてはね。そういうことなんだ。よし、それじゃあ、まあ、これで終わりますわ。また、明日、ちょっと待ってね、明日もできるな。明日はできるけど、明後日は多分できんよ。またちょっとね、行かないかんところがあってね。ちょっと手伝ってくれって言われて、ことがあってね、だから明日はできるけど明後日は多分でき、あの Wi-Fi のないところに行くから、うんうん、だからもうちょっと2日間、明後日とその次と2日間もちょっとできんかもしれない。はい、まあそういうことで皆さん元気で、やってください。お願いします。